ジャガーの E ペースはジャガーの中でコンパクト SUV というふうに分類されています。まあ、異名もベイビージャガーというふうに言われております。なので一番コンパクトであるので、やはり日本の道路状況に合った車両だと思っています。 E ペースは SUV とスポーツカーのいいところ取りの車両になっております。まあ、理由として、まあ、居住性も高いですし、ラゲッジスペースもかなり広いですので、もしアウトドアをするっていう方でも本当に快適に車を使っていただけます。でさらにその道中でもスポーツカーのようなダイナミックなハンドリングであったり、キビキビとしたコーナリングを楽しんでいただける車両になってます。正直試乗をしてもらうまではそのスポーツカーらしさっていうところを感じていただけないんですが、実際に試乗していただくと、やっぱりコーナリングの鼻先がもう自分が思ったように進むようなものと、そのアクセル踏んだ時の加速感っていうのを感じていただけると、本当に SUV じゃないっていうお言葉をよくいただけます。ベースモデルはガソリン車で200馬力とディーゼルの204馬力となっております。 R ダイナミックではガソリン車の250馬力とディーゼルの204馬力のラインナップとなっております。私が乗った時に感じた印象はガソリン車と変わらないなというふうに感じました。まあ、理由として私自身、まあ、個人的な意見ですが、ディーゼルのマイルドハイブリッドを乗ったらもうガソリン車と変わらないスムーズな走り出しと、まあ、加速感というところを私はすごい気に入りました。まあ、先ほどもお話しさせてもらいましたが、 SUV とスポーツカーのいいところ取りの車両となっております。というところで、今アウトドアキャンプブームっていうところが来てる中で、まあ、その実用性の高さと、さらにその例えばですけどキャンプ場に行くまでの道中も、まあ、スポーティーな走りで楽しんでいただけるっていうところが私のおすすめポイントです。でさらにその性能だけではなくて、デザインのところであっても内装なんですが、まずスポーティーさとモダンさがミックスしたデザインとなっております。やはり F タイプからインスパイアされたデザインを取り入れており、でさらにその中に、まあ、今回からシフトレバーの形状が変わってよりモダンさが増して、とても上質な室内空間となっております。でエクステリアですが、私一番のおすすめポイントとして、まあ、後ろから見た E ペースがとても美しいです。はい、理由として、まあ、グラマラスなそのヒップラインっていうところがとても美しくて心に響くと思いますので、もしご来店いただいた際は前からだけではなくて、まあ、全員方位から見ていただくことによって、まあ、E ペースの美しさを感じていただけると思います。ガソリンの200馬力がおすすめです。理由として、まあ、例えば三島駅の周辺に行きますと結構信号が多かったり一時停止の場所が多いですので、そういった時にストレスなく、まあ、スムーズな加速であったり、まあ、そういったところを感じていただけるかなと思いますので、ガソリンの200馬力がおすすめです。まずカラーですが、ジャガーのトレンドカラーのレッドであるフィレンツェレッドをおすすめします。まあ、理由としてやはりジャガーのトレンドカラーっていうこともあり、まあ、私個人的にですが、まあ、一番そのジャガーに合う色だと思っています。でさらに街中でもやはり目を引きますのでおすすめしております。個人的にはパノラミックルーフをお付けすることをおすすめします。やはりドライブしている時に開放感も広がりますし、まあ、例えば紅葉の季節ですと、まあ、モミジをその見ながらドライブできたりっていうところで、まあ、よりドライブを楽しんでいただけると思っているからです。三島店が用意している試乗車は E ペース R ダイナミック S250 馬力の車両となっております。でこちらを試乗していただく時に注目していただきたい点は、やはり250馬力のガソリン車っていうところでダイナミックな走りを体感していただければと思っております。三島店の試乗コースでは、まあ、山道とワインディングロードがありますので、その時のコーナリングでの鼻先のクイックな
動きを感じていただければと思います。三島店ではジャガー新型がたくさん出てると思うんですが、全ての試乗車をご用意してありますので、気になる方はぜひお越しくださいませ。